ホーミーズ。50音好きな文字言ってくれたら、はい、実際にいそうなグループ YouTuber の挨拶します。な、夏希、翔馬、ゆり、ゆうこ、岡、オレンジスマッシュ。笑ってはいけない TikTok。 これはね、とんでもない企画やで、お前、ほんとに。ほんまか？あ、ほんとに言うとるよ。あんな、TikTok を見て、にやけたら、これでしばかれるねん。ほんま、痛いわそれでは、呼び出してまいりましょう、はい、いでよ、勇者たち。ホーミーズ。バカやろ、ほんま。現行犯逮捕の瞬間。バカにすんなよ、お前。あ、パトカー、パトカー、パトカー。あ、殴った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 。シンナーは飛行の元だ。体は元に戻らない。ドスファンゴ。家族と会っていない状態で会いたい。会いたい。会いたいです。ご両親と200メートルが通。あれなんですって、実はズームで、ご両親とちょっと今ズーム繋がってるんだよね。これ200メートルでしょ、これ。ごめんね、ちょっと、笑ってはないんですけど、はい、一旦確認はしたかったんですよ。あ、はいはい。マジのやつ。はい。マジの勇者です、これが。ちょっと引くわ。いや、先日の動画ね、うん、千葉新勇者になるって撮りましたし、はいはい。日本怖いね。あれ、ちょっとやりすぎですね。やりすぎですね。はい、くれぐれも真似しないでください、皆さん。ホーミーズ。目の前見てたら、たまたま目が合った笑い。落ちろ、落ちろ、落ちろ。小春ちゃんのところが全部だ。ピカピカの一年生。大好き。終了です。ハートフルな動画でした、最後はね。ゼロ笑いでしたよ。僕も一怒りゼロ笑いでした。でしたよね。はい、今回初のパーフェクト、初のパーフェクト見えるよ。大丈夫です、大丈夫です。その夢をあっさり崩させていただいて。どっち派なんですか。ホーミーズ。それではパーフェクトなるんでしょうか。構えて。あー、喉乾いた。あー、喉乾いた。水飲もうかな。あの人めっちゃスタイリッシュやな、かっこいいモデルさんかな。あ、来た来た来た。あ、こっち見てる、こっち、かっこいいわ。あ、気持ち悪い。なに気持ち悪い。背中裸。グーサンドキップ、タキャチソドキップ、グーサンドキップ、タキャチソドキップ、ウセロカケガミ、ダブル通信ボリ、写真のカケガミ、ダブル通信ボリ。んえ
ガチ？もうお分かりですよね。ガチ？安心の。バイト探しもインディード。コムドットの本って置いてますか？あ、こちらになりますね。いや、お物の持ち方すな。仕事バイト探しはインディード。先生、この後プール入んないですか？いや、先生は寝れないかな。でも先生めっちゃ暑いからプール入った方がいいじゃないですか。いや、先生は寝れないよ。いや、入れますよ、プール入りますよ。先生は濡れません。でもシャワーできないんで。濡れません。足だけでも入りません。濡れません。ほんのつま先でもちょっと。いや、入れただけじゃ濡れないよ、先生。いや、ちょっと入れましょうよ。濡れない。ちょっとだけ濡らしません。先生は濡れません。先生濡らしたいよ、俺。先生は濡れません。先生濡らしたいよ、俺。濡れません。濡らして、めちゃくちゃ濡らしたいんですけど。いや、濡れないよ。絶対濡れる。赤木直人、竹内彩乃、千葉聖也、中島拓郎、うんちぶりぶり。ちょっと一回止めさせて。一回止めますか。いやー、卒業式も見込みましたけど。強いね、やっぱり。本当の勇者って。龍ガスって発想はなかったわ。なかったなー。いや、今んとこ笑ってませんよ。笑ってません。はい。耐えましょう。そうですね。これは。ホーミーズ。トワイスの皆さんです。日本の好きな食べ物は何ですか？お寿司です。カツ丼です。串カツです。豚骨ラーメンです。ピントロです。うどんです。メロンパンです。すき焼き。お好み焼きです。J.Y. パークです。これバズる。バズるでしょ、これ。もうちょっとアップで言う。アップできないやつ。見て、あの人めっちゃ雰囲気かっこいい。めっちゃかっこいい。でもどうせマスクとか取ったら微妙なんやろな。今奇跡に取ってくれんかな。どうせ雰囲気だけなんやろ。見してくれ。あ、かいちゃ、取って、かいちゃかちゃ。あ、気持ち悪い。背中、鼻が気持ち悪い。惜しい惜しい惜しい。同じ方ですか？そうです。あー、気づけなかった、これは。天丼でやられるとはね。くそー。すごい気持ち悪い。ホーミーズ。どうせ雰囲気だけなんやろ。見してくれ。かいちゃ、取って、かいちゃかちゃ。あ、なに、気持ち悪い。なに、気持ち悪い。背中、裸、気持ち悪い。来てみろ。頑張れ。死んだ死んだ死んだ。待って。音でかすぎ。耳壊れる。ちょっと音量下げますか。ちょっと音量下げて。ホーミーズ。彼で笑ってしまったということで、はい、今回の MVP はもう決まってますね。決まってますね。はい、今回の MVP はあの背中だけ空いてるスタイリッシュな人です。このクリエイターさん、うん、浅い川で R 指定してた人です。はぁ、面白いの作りますね。ぜひチェックしてみてください。はい、こちらです。はい、次こそはパーフェクト達成してほしいと願った方はチャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。うんちぶりぶり。